神山です。アメリカの小売売上高は9月も市場の予想を上回って上昇しました。このニュースはアメリカの景気後退がなさそうなことを示しており、日本の輸出の観点からも良いことです。ただし FRB が当面のアメリカのインフレが鈍らないと判断し、11月1日か12月13日の政策決定会合でもう一度 0.25% の利上げを行う可能性が高まる内容の知らせでもありました。仮に年内に利上げがあってもそれで打ち止めとなり、来年は年終まで政策金利は横ばい、その後引き下げに向かうと予想しています。目先の消費は強いものの、ミシガン大学による消費者信頼感指数は振るわず、来年になれば利下げのタイミングが話題になるでしょうが、12月の政策決定会合までは FRB の利上げの可能性を気にしてドル高圧力が続くことになります。ただし為替市場は日本の財務省による為替介入を警戒していること、現実に金利が引き上げられれば材料出尽くしとなることから、その後はアメリカの金利高ドル高の傾向は収まると見ています。ドル円は150円程度が上値の目処となると予想します。日本の長期金利は 0.8% 台に上昇しており、これは単なるアメリカの金利高への追随だけではないでしょう。日銀の植田総裁も注目する24年度のベースアップによる賃金上昇について、連合は基本給を引き上げるベースアップ相当分として 3% 以上の引き上げを要求すると報道されました。日銀の政策変更の可能性が高まり円高要因となるので、こちらにも注目しています。以上、神山でした。